続タイムスリップ。恐竜時代古代の海へは、インポッシブルピクチャーズが制作し、BBC ナチュラルヒストリーユニットと、ディスカバリーチャンネルとプロジーベンが共同でプロデュースした2003年の三部作自然ドキュメンタリー番組。タイムスリップ。恐竜時代に続く、ウォーキングウィズダイナソー脅威の恐竜王国のテレビスペシャル版であり、時空を旅する動物研究者として、 イギリスの野生動物プレゼンターのナイジェル・マーベンが歴史上最も危険とされる異なる7つの戦士時代の海へ旅し、そこに生息する生物と遭遇して彼らを紹介する。これまでのウォーキング・ウィズシリーズと同様に本作でも CGI とアニマトロニクスを組み合わせて過去の生物が再現されており、様々な場所での実写映像に落とし込まれている。 本作の資格効果は英国アカデミー賞テレビ部門を受賞し、またナイジェル・マーベンは王立テレビ協会賞のプログラムアワードにノミネートされた。マーベンのエネルギッシュで熱狂的なプレゼンスタイルは批評家から賞賛を受けた一方、本作に野生動物プレゼンターは不要だったと考える批評家もいた。日本では2004年8月に NHK 教育地球ドラマチック内で 初放送され、DVD も発売されている。ナレーションは、英語版では、ヘレン・レーナー、NHK 放送版では、渡辺徹。全3回で、オルドビスキ、三条キ、デボンキ、指針魚、先進魚、後期ジュラキ、後期白亜紀の海と生物を紹介する。これらのうちデボンキと先進魚で、クリフハンガーが入り各界に分割されている。 酸素濃度が低く陸上生活は不可能なオルドビスキだが海は生き物が数多く生息した。早速ナイジェルは魚で海サソリを捕まえるがナイジェルはその海サソリに足を切られてしまう。地球の時点が早いため1日が短く続きの調査は翌日に持ち越す。カメラを仕込んだ山陽虫を使ってオルソセラスの撮影に臨むが山陽虫そのものを もぎ取られ、奪われてしまう。ナイジェルは、自ら海に潜り、海サソリの大群やオルソセラスと出会う。オルソセラスとの海中遊泳から帰ってきたナイジェルは、浜辺で海サソリが集って散乱しているのを目撃する。ボートが、海サソリに占拠され、オルドビスキの海はバカンスに向いていないと語るが、危険な海は5、5ムつ残っている。オルドビスと現代の中間に位置する期では、 陸の恐竜や空の翼竜といった、爬虫類が繁栄していた。ナイジェルはこの時代の海生爬虫類を見に、海へ潜る。ナイジェルは息継ぎをしているノトサウルスを発見し、一万一のために通電性の森を片手に、ノトサウルスと戯れに行く。ノトサウルスの後に遭遇したタニストロフェウスを捕まえて、遊んでいたところ、背後から現れたキンボスポンディルスがその字切れされたを、捕食する。 森で対抗し、なんとかナイジェルは、金ボスポンデリュスを追い払った。時代は遡り、巨類の時代と謳われた、デボンキへ、ナイジェルたちは足を運ぶ。早々に、カ冑チュギを一匹釣り上げて、餌にし、この餌を使って、当時最強のカ冑チュギをおびき寄せようと計画する。今回は、相手が危険なので休憩の檻を用意し、中に入って、ダンクロステウスの到着を待つ。 奇妙なサメと出会って、テンションの上がる中、ついに、ダンクルオステウスがやってくる。金属製の檻が変形するほどの猛攻を受けながらも、なんとか餌の魚を安全に、ダンクルオステウスに食べさせることに成功する。トモグイや土砂など、現代とは全く違う魚類の習性を垣間見ることが、できた。恐竜絶滅から数千万年後の世界は、哺乳類の時代となっていた。 当時のエジプトを訪れたナイジェルは陸上でさえのような姿をした哺乳類のアルシノイテリウムと出会い追いかけ回される。浅瀬ではアルシノイテリウムやドルドンといった哺乳類たちが優雅に泳ぎ回っていた。しかし、テチス海の沖合では現代と全く姿の異なるクジラが猛威を振るっているのだった。ソナーでクジラの鳴き声を流してみると 凶暴なクジラのバシロサウルスが姿を現した。間近でその姿を見ていると、バシロサウルスはスピーカーをもぎ取ってもて遊び、泳ぎ去っていった。人類が誕生する400万年前。現代のホウジロウザメは驚異的な捕食者だが、当時にはさらに巨大なメガロドンが生息していた。このメガロドンを観察するため、メガロドンの幼体が好んで捕食するオドベノケトプスを創作する。 幼体のメガロドンと遭遇したナイジェルは、オドベノケトプスの模型を製作して泳がせ、メガロドンの狩りの手法を撮影するのに成功した。いよいよ生体を相手にするため、魚の血肉や油を混ぜ込んで巨大な餌を作り上げる。餌で生体をおびき寄せて、カメラを背中に取り付け、メガロドンがクジラを襲う様子を撮影したビデオを手に入れた。恐竜が大型化した時代。 海中では巨大魚リードシクティスが遊泳していた。リードシクティスは群れで行動するが、はるかに体の小さいヒボズスやメトリオリンクスが弱って、群れから遅れたリードシクティスの個体を捕食していく。一方で、ナイジェルの求める大物は夜行性の生物だった。リオプレウロドンは、鋭い嗅覚を持つため、ナイジェルは匂いを放つスーツに身を包んで、ジュラキの夜の海へ潜る。 ナイジェルが海で見たものは、リードシクティスの巨体を貪るリオプレウロドンの姿だった。毎一発でリオプレウロドンの攻撃を回避して、この時代を去るが、さらに危険な海がもう一つだけ残っている。史上最も危険な海は、白秋にあった。最初に、浜辺で遭遇した2メートルに及ぶ海鳥ヘスペロールニスは、貪欲なシファクティヌスにあっさりと飲み込まれた。 危険ゆえに今回は海に潜らないと決めたナイジェルは遠隔カメラを使ってエラスモサウルスの群れを観察する。しかしカメラに映ったアーケロンを見て我慢ができなくなりナイジェルはアーケロンと海中遊泳に出る。アーケロンとの遊泳から戻ってくる途中ナイジェルたちはモササウルスの家族連れから攻撃を受け散り散りになる。命からがら戻ってきたナイジェルたちだったが その翌日の明け方には、モササウルスの大群が船を取り囲んでいるのだった。太地の生き物は危険性が高い生物として紹介されている。続タイムスリップ。恐竜時代古代の海へは、ウォーキングウィズダイナソーや、ウォーキングウィズビーストと同じく、インポッシブルピクチャーズが制作した。劇中の生物や自然環境の再現には、以前のシリーズと同じ技術が用いられており、 CGI とアニマトロニクスが生物に使用され背景は実際の自然環境の中で撮影された。撮影期間は7ヶ月以上を超えた。ロケ地にはニュージーランドの海やエジプトの航海の海岸が採用された。タイムスリップ。恐竜時代に続きナイジェル・マーベンは同作のプロデューサーであるジャスパー・ジェームズからアプローチされた。マーベンはサメに関して 情熱を持ち、かつ原生種で最大のサメと共に泳いだ経験が、すでにあった。このことからジェームズは、マーベン自身が地球史上の危険な海に潜って、すべての時代の最大のサメを含め他の様々な、戦士時代の海洋生物と泳ぐ、タイムトラベル番組を思いついた。マーベンはこのプロジェクトに熱意を示し、関連書籍において、喉から手が出るようだと形容している。 また過去のシリーズと同様に本作の特殊効果はクローリー・クリーチャーズ、視覚効果はフレームストアが担当した。フレームストアはシリーズに登場する19種類の生物を制作するのに1年以上を費やした。過去シリーズに携わった経験からフレームストアの制作陣は使用するテクニックをすでに習得しており、結果として制作過程を効率化し、 それぞれの生物の制作により多くの時間を費やせるようになった。過去シリーズでは CGI を使った生物のレンダリング時間は通常一晩程度であったが、本作でメガロドンがサメ用ケージの横を通過する際の1ショットには2週間を要した。合計してシリーズ制作には1年半を要した。制作費は BBC ニュースによると300万ポンド、 デアシュピーゲルによると800万ユーロであった。2003年7月末に BBC は洗練された CGI を使った戦士時代の海生動物が登場するウォーキングウィズダイナソーの水中版として本作を告知した。ジェームズによると本作に登場する生物は可能な限り多くの情報源に基づいて復元されており、制作人は古生物学者や 動物学者とコンタクトを取って、可能な限り正確な動物を再現した。例として、オルドビス期でマーベンが遭遇したウミサソリは、ブリストル大学の古生物学者、サイモン・ブラッティの見解に基づいて制作された。ブラッティによると、ウミサソリの最初のモデルは、彼曰く、断じて非常に良いものではなかったが、彼の指示に従った改良版はちょうど良いものであったという。 海サソリが砂浜に集まっている描写については脱皮と交尾のため浜辺に海サソリが集まっていたとする現在の仮説に合致すると主張した。イギリスでは BBC1 にて2003年11月9日から3週連続で放送された。日本では NHK 教育地球ドラマチック枠にて2004年8月5日から3週連続で 放送され、2005年1月2日には75分スペシャルとして3話を一括に、まとめて、再放送された。ザ・スペクテーターのサイモン・ホガートは、本作を称賛し、素晴らしいと形容をした。ホガートは、特に、プレゼンターとしてのマーベンの仕事を称え、より恐ろしいコンピューターシミュレーションを見つけに陽気に、船外へ漏れ出すジェイミー・オリバーの少年らしい熱意があると評価し、 彼自身がコンピューターシミュレーションなのかもしれないと主張した。彼が唯一感じた欠点はナレーションであった。タイムズ氏のポール・ホガートは否定的にレビューした。彼は過去のウォーキング・ウィズシリーズのボイスオーバーに疑念を抱きながらも素晴らしい、ひどく楽しめると評価したが、本作については生物を恐れるナイジェル・マーベンに 焦点が当たりすぎていて、かつ、生物の出番が短すぎると主張した。また彼はシリーズにプレゼンターを導入したことにも、否定的であり、ケ部ブマン遥かなる人類の旅と共に批判した。2004年に、本作は、英国アカデミー賞テレビ部門で、資格効果賞を受賞し、また、資格効果協会賞のテレビ部門にもノミネートされた。ナイジェル・マーベンは、前作、 タイムスリップ、恐竜時代と本作で王立テレビ協会のプレゼンター部門にノミネートされた。ナイジェル・マーベン進化動物学者のリチャード・ドーキンスは、ナレーションだけでなくプレゼンターを導入したことを批判し、ナイジェル・マーベンの番組を無価値だと主張した。さらに彼は、動物自体の光景を楽しめないほど民衆を馬鹿だと考えているかのようだ。視聴者は、 個人的な逸話という砂糖で錠剤をコーティングしなければ科学に対応できないと彼らに尋ねもせずにテレビ関係者が決めつけるのは少なくとも恩着せがましいし見下しているのではないかと論じた。一方、制作人の一人であるジャスパー・ジェームズは本作が視聴者を見下しているとは考えておらず何かを学びながら番組のドラマを楽しむことができるなら 素晴らしいことだと述べている。研究者のビンセント・ギャンベルは2008年、ウォーキング・ウィズ・ダイナソーで、ティラノサウルスが吠えた際にカメラに唾液がかかったような動物がカメラに影響するような演出の発展型が本作とタイムスリップ、恐竜時代におけるプレゼンターの登場であると解釈した。彼は戦士時代の動物をテーマとしたプレゼンター主導の番組が登場したのは、 戦死時代の動物を映画の怪物として描写しながらもそれを自然ドキュメンタリーの文脈に取り込んだものであると主張した。また自然ドキュメンタリーに野生動物プレゼンターが登場することのメリットは本作以外にも波及する広いトピックであるともコメントした。ナイジェル・マーベニやスティーブ・アーウィンといったプレゼンターが行う動物を素手で触れるようなオーソドックスでない エネルギッシュなプレゼンスタイルは現在の野生動物のドキュメンタリーにおいても議論を呼んでいる点である。2016年にキャンベルは自身の評価に手を加え、以前のシリーズでカメラが動物に影響を受けていた描写はシリーズにリアリティをもたらしたと主張し、マーベンが動物と触れ合うシーンはアーウィン型のプレゼンター主導の自然史映像に合うように構成されていると述べた。 過去のシリーズと同様に本作がドラマやエンターテインメントのために科学的正確さを犠牲にしていると懸念する科学者もいた。劇中に登場する様々な生物の行動は推測、推論であるが劇中でそれが事実か否かは明言されていない。ドーキンスはナイジェル・マーベンの過去の番組では事実と推測の区別が視聴者に示されていないと指摘した。 なおそれに対し、劇中の説明はすべて根拠のあるものであるとジェームズは主張した。古生物学者は本作がキャリアにインスピレーションを与えるものであるとみなしている。ジャック・エクーパーはメガロドンの体サイズを調査して2020年に論文を発表し、古生物学のキャリアを追求し、太古のサメを研究するきっかけとして、本作をにおけるメガロドンの登場を挙げた。クーパーは、 番組放送当時6歳であり、怖がりかつ内容に魅了された一人であった。論文の発表後、ナイジェル・マーベンは彼に、ツイッター上で3次の言葉を送った。ジャスパー・ジェームズとナイジェル・マーベンは、本作の関連書籍として、シー・モンスターズ・プリーヒストリック・プレデターズ・オブ・ザ・ディープを共同執筆した。同書は、ビッグバンの説明で始まり、それから、オルドビスキから、 先進湯までの史上最も危険な7つの海を取り上げている。それぞれの章では登場生物がレンダリングされており、サイドバーで名前の発音方法や分類、大きさ、植生の解説がなされている。ザ・サイエンス・ティーチャーでのレビューで、ラルー・セラーズは同章を称賛し、TV 版に基づいているにもかかわらず、各地質時代の海の捕食動物についての結出した。 情報源として成立していると綴った。セラーズは本省高校教師に強く進め、生徒も情報源として、同書を活用し、素晴らしいイラストに間違いなく魅了されることだろうとして、レビューを締めくくった。パブリッシャーズウィークリーのレビューでは、同書は、もし幾分成功でないとしても、魅力的だとされ、大きさや歯といった。 古生物のテレビ映えする側面に焦点が多く当てられていると評価された。また生物史の変遷について詳細に綴られていることも指摘され、センセーショナルで派手なグラフィックとしっかりとした科学的説明が組み合わさっていて世に出始めた古生物学者を刺激するのに十分だと判断できると評価された。本作に基づいた 企画展シーモンスターズエキシビジョンが2011年7月23日から9月11日まで同セットのボーンマスインターナショナルセンターで開催された。同展ではダイオウイカやホホジロウザメ及びウバザメといった原生の大型海洋動物のほかリオプレウロドンやリード、シクティスといった戦士時代の海洋動物が展示された。展示された 化石動物は本作に登場したものだけでなく、カンブリア期の捕食動物アノマロカリスなど新たな動物も加えられた。現世及び戦死時代の生物は本作のレンダリングや写真が飾られただけでなく、アバランシュスタジオが制作した実物大模型も展示され、来館者がその大きさを実感できる仕様になっていた。また同点には、 来館した子供たちが化石を掘ることのできる砂場、動物に思い思いの色を塗ることのできるペイントエリア、そして来館者が古生物の隣に立つことのできるグリーンスクリーンのコーナーもあった。ありがとうございます。